KPC チャンネル PDCA スクール。はい、どうも皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネルタニニでございます。本日お話しするのはですね、こちらホワイトボードにも書いている通り、高専に入ってわかった、中学校の時の意味不な習慣校則ということで、どんなものがそれに該当するのか、一緒にですね、中学校の時を、少しずつ思い出しながら一緒に確認していきましょう。1,2,3,4,5 という風に順番に見ていきたいと思います。じゃあまず一つ目見ていきましょう。一つ目はこちら、はい、部活には入っておこうという習慣ですかね。厳しいところでは校則があったりすると思いますけど、まあこちらね、いい面も大きいと思いますね。人と人とのコミュニケーションの能力の向上だったり、やり取りですね、あと人間関係のね、構築の、まあ、それをする力だったりですね。あと他にいいところといえば、まあ運動部だったらね、体力向上だったりね、運動技能を、まあ、培うことはできます。でそのスポーツだったり部活を通して、いろんなことが学べると思うんですけど、それ以上に、そう、そもそも運動が苦手だったり、そもそも部活に入らなくてもいいよと、もうノーセンキューっていう人は、まあ、少なからず一定数はいらっしゃると思うんですよね。ですので、まあ、その人たちにとっては別に入らなくてもいいよっていう人はたくさんいらっしゃるということで、まあ、こちらの校則習慣、まあ、いろいろ賛否両論あると思いますけど、別に入らなくたっていいですよね。高専に入って、まあ、もちろんですね、運動能力高い、持ってらっしゃる、スキルだったり技能を持ってらっしゃる、そういった方でも部活に入らずにのんびり過ごす、もしくは、課外活動を頑張る、そういう風にね、時間を使ってらっしゃる方たくさんいらっしゃいますよね。ですのでこの1番、別に部活に全員何か入っておかないといけない、もちろんそれは、部活に入ることは推奨されるべきですけど、ルールにしなくていいよねということで、1つ目ね、部活には1人ね、何か入っておきましょうっていうのは、ちょっと謎ということでね、挙げさせていただきました。じゃあ2つ目見ていきましょう。2つ目はこちらです。黙想ですね。こちらですね、あの生放送とかでよくね、皆さんとお話ししましたけど、黙想って皆さんご存知ですか？皆さんの中学校でもあったんじゃないでしょうか。黙想って言うんですよね。例えば授業の前はあるかな、ある高専はあるかもしれません。テストの前とかね、あ、高専じゃなかった、中学校ね中学校ね。あと授業の前、テストの前で、あとね、定期試験の前とかね、一番多いのは帰りの会の前とかですかね。帰りの会だったり、その下校だね、部活と学校の境目とかによくね、やらされてたんじゃないかなと思います。まあメリットもあるんですよね。心を落ち着けて、明日何しようかな、今日の反省はあったかなっていう風にね、思いを巡らすということで、まあ黙想っていうのは一つね、心を整えるために、まあ一つ有用かと思いますけど、それをきちんとやってた中学生はいたのかなと個人的にすごく思うんですよね。例えば悪ふざけで、はい黙想って言ってみんなこうやるわけじゃないですか。でよく友達とね、たまたま二人でこう隣でやって、こうやってうりうりっつってね、おちょくりやったりとか。あと、あの、委員会とかしてるね、風紀委員長とか風紀委員会してる女子とかがね、男子もですけど、何々くん、ちゃんと黙想しましょうって言うじゃないですか。これね、鉄板ネタなんですけど。じゃあなんで何々さんは、俺が目開けてるの、分かってるのってツッコミが入るっていうね、あるあるネタですよね。なんで注意してる人は、他の人が目が開けてるのね、気づけてるんですかっていうね、あなたも目開けてるじゃんっていうね、めちゃくちゃくだらない質問返し、あるあるですけど、まあそういった、はい、話がありますよね。で、これですね、どうでしょうか、皆さん。ね、あの、13歳から15歳の子が、まあ黙想なんでね、ちゃんとやればとてもいいことだと思うんですよ。今日の反省を顧みる、明日は何をしようか、明日はこれを気をつけよう、明日はこれがあるからね、こういう予習をしていこうかなとか、そういったことをね、考えるきっかけにはなると思うんですけど、まあ13歳から15歳の子たちが真面目に毎日これをするかというと多分できないと思うので、これもね、高専に入ってこれやんなくなったと思うんですけど、別に変わんなかったと思うんですよねなので2番もちょっとね、まあ、賛否両論ね、これもいい面たくさんあるんだけど、1位を挙げさせていただきました。じゃあ3つ目いきましょう。3つ目はこちらです。謎の評定基準、こちらもですね、ちょっとね、私ちょっと語りたいというか、皆さんもね、たくさん思う節がたくさんあると思うんですけど、これ何かというと、中学校の評定ほど、まあ、曖昧なものはないですよね。小学校もかな、小中で、皆さん高専入ってシラバスっていうやつを配られたと思います。そのシラバスの下の方にはおそらく評価基準というものが書かれてあると思います。定期テスト総合評価 80%、 課題 20% っていう風に割合をきちんと、その示してあって、まあ、中には計算式もちゃんと出してくれてる、まあ、その教科科目もあると思うんですよね。で、中学校の評定、皆さん思い出してみてください。意外と先生のさじ加減で3にも4にも5にもなっていたはずです。例えば僕だったら英語の
の試験でですね、2学期ですね、2学期の3年生の2学期の英語の評定で、まあ、2回テストあったんですよ。2学期の中間、2学期の期末で90点の前半は確実に取れていたはずです。93とか95とか、まあ、パパパってめちゃくちゃ勉強して取れてたんですよ。中3だったかな、そう、中3の英語だったはずです。中2ってさっき言っちゃったけどね、中3の英語、中3の英語の2学期で93、95って90点台マークできたんですよ、2回でね。確かね、授業中に結構ね、ふざけちゃって何回かね、で先生の激励に触れちゃったわけで、90点のね、半ばぐらいを2回取ったらね、まあすごくね、悪いことしたわけじゃないんですよ。ちょっと悪ふざけをした程度なんですよ。で、提出物も全て出してます。で、それにもかかわらず4がついてたんですね。どんだけ評定、どんだけ平常点下げたんだよって話なんですけど、まあ結構先生のさじ加減一つでですね、評定が5にも4にも3にもなるというところで、ここ謎の評定基準、これね、なくした方がいいと思いますよね。先生のそのさじ加減一つ、感情一つで、まあ3、4、5ってちょっとね、いじれるってところはちょっとね、なくした方が僕いいと思いますね。まあもっと言うとね、まあ話が長くなるんでここら辺で切っておきますけど、まあ高専で言うともう機械的にね、提出物出してるか出してないかとかね、テストの点数どうでしたかっていうところで、まあ淡々とね、決まっていくところが違うところかなと思います。で、僕ね、ちょっと詳しくは言えないんだけど、先生辞められた後、辞められた後の先生ですね、定年後の先生でちょっとお話しさせていただいたことがあるんですけど、まあその先生曰くですよ、ちょっとブラックな話ですけど、まあ肯定してましたね。さじ加減一つで評定変えれますというふうにおっしゃってました。すべての先生がね、そうやってやってるとは、まあ、断言はしませんけど、まあ、できる状態だと。ちょっとね、ここもね、新しい時代というか、どんどん改定というかね、改善していってほしいところの一つかなと個人的に思っています。じゃあ、4つ目いきましょう。4つ目は、こちら。はい、どうでしょうか、皆さん。整列してから移動ですね。まあ、中1、中2、中3といったのは、やんちゃな時期でもありますから、これはね、まあ、どうかな。賛否両論、これこそ強くあると思うんですけど、まあ別にね、並んでいかなくてもいいよねっていう意見もあると思うんですね。高専に入ってね、もう自由に移動しましょう。ね、みんなできるよねってことで、やってると思いますけど、中学校でもね、これやっても良くないっていう話、皆さんどう思いますでしょうか。じゃあ、5つ目いきましょう。5つ目はこちら。ね、今ね、議論を醸してますけど、どうですか、皆さん。中学校、ほとんどの中学校では靴下はとりあえず白色にしましょう、なんて話は、結構ザラだと思いますけど、僕のね、中学校の時は白で、来てくださいというルールがありました。ね、どうですか皆さん、靴下ぐらいね、まあ、そのキャラものとか、ガラガラしてるものは僕もね、風紀というか雰囲気を乱すのでよろしくないと思うんですけど、まあ、灰色とか黒とかだったらね、単色だったら僕大丈夫だと思うんですよ。まあ、ちょっと赤色とかオレンジとかどうかと思うんですけど、白って汚れ目立つじゃないですか。で、嫌ですよね。そう、これ変えてほしいところではありますよね。一つあると思います。で、次行きましょう。6つ目はこちら。ね、これ皆さんどう思いますか。これも謎ルールでしたよね。多学年のフロアだったり、違うね、同学年の教室には、まあ、行かないようにしましょうみたいなルールありましたよね。まあ、これはどうなんですかね。トラブル防止だとかね、まあ、やんちゃ盛りだから、まあ、そういった、ね、騒ぎ立てないようにするっていう、まあ、抑制のルールだと思うんですけど、まあ、これもいらないですよね。ね、思いませんか皆さん。そう、これも別になんかメリットもあるじゃないですか。他の学年の人、まあ、他の学年にあまり行くことないと思うんですけど、まあ、違うクラスとかでね、自分のクラスだけに仲いい人が絶対にいるって限らないですしね、いろんな人と交流するって意味で、まあ、別にこれはつけなくていいよなって個人的に思ってます。皆さんの中学校で、別にこのルールはなかったよ、良かったよ、みたいなね、そういった、なんかちょっと、これはなかった、この校則はなかったです、自由でした、みたいなのがあったらね、ちょっと教えてほしいです。まあ、特に中高一貫だった人、結構いらっしゃると思いますけどね。うん、中高一貫で中学校のその次ね、高校エスカレーターで行かないまま高専にわざわざ、入学する人結構いらっしゃると思います。結構いるんですよ。中高一貫通われていて、でちょっと中高一貫僕肌に合わなかったなっていうことで、中3から高校1年生にエスカレーターで上がるとき、その間で高専受験をするっていうね、生徒さん結構いらっしゃいますね。少なくないんですよ。ということでね、そういった方でね、こういう校則、自分が通ってた学校とは違いましたっていうところ、もしありましたらコメントなどでね、教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。じゃあラスト行きましょう。こちらもですね、まあ、あるあるなんでね、2番全時間があって申し訳ないんですが、こちらです。2ブロック禁止。まあ女の子で言うとポニーテールとかお団子ですね。お団子ヘア禁止とか髪型の規制ですね。なんかね、よく聞くのがですね、一回なんかね、公式というか、まあ公式かどうかわからないんですけど、理由を問うたそうです。なんで2ブロックダメなんですかと、ここで刈り上げる髪型だと思うんですけど、そう、なんでかっていうと、なんかね、有名なのが、まあ、悪い人たち、ちょっと不良チックなね、人たちなど、そういう想定だと思うんですけど、トラブルに巻き込まれないようにするため、トラブルに巻き込まれないようにするためという理由がですね、どこかの中学校で理由を問うた時の返答だったそうです。と思うんですけど、皆さんどう思うでしょうか。別にね、髪型ぐらいね、染めなかったら何でもいいと思うんですけどね、ちょっとモヒカンとかはちょっとあれですよ。まあ、そのトッピじゃなかったら、まあ、そこがちょっと曖昧だからね、あれなんですけど、2ブロックぐらい僕はいいと思いますけどね、皆さんの意見どうでしょうか。ということで、この7つ、どうでしょうか皆さん。高専に入って分かった、ね、中学校卒業した後に、いざ振り返ってみたらね、こういうことを、思うと思います。中学校の時のちょっとあれなんか無意識にね、ああこういうルールなんだってね、受け入れてたけど、よくよく考えたらあれって何だったんだろうっていうね、そういった習慣とか校則をちょっとね集めてみました。高専だったらね、ここまで厳しいような習慣とかね、よくわからない風習とか校則はないと思うんですけど、皆さんどうでしょうかということで、いろいろ思う節がありましたら、コメントなんでね、お気軽にコメントしていただきたいと思っております。そろそろね、まあ、話も終わりましたから、動画を終わろうと思います。皆さんね、他にちょっとね取り扱ってほしいテーマとか、話題がありましたら、リクエストね受け付けておりますので、
ので、受験シーズンがですね、7月の、半ばぐらいまで、オフなのでね、それまではこういうエンタメだったり、バラエティだったり、ね、若干ね、言葉はどうでしょうかね、くだらない、テーマとかでもね、どんどんやっていこうと思いますので、逆に言うと、7月の半ばを過ぎちゃうと、もう僕、中3に向けてね、新中3ですね、中学校3年生に向けて、もう受験情報しか発信しなくなりますから、皆さん、それまでね、まあ、くだらない楽しいお話とかね、動画を投稿していきますので、それ、4月の半ばを過ぎちゃうと、もう僕、高専入試お仕事モードってことでね、それに関してしか多分投稿しなくなると思うので、それまでちょっとね、取り扱ったりデータ集めたり、こういう特集してほしいとかありましたら、ぜひともね、リクエスト、コメント、ツイッターの DM でもいいですから、教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで、そろそろ、動画締めたいと思います。違う動画だったり、生放送でまたね、情報共有、コミュニケーション取っていきましょう。はい、ということで、締めの一言言わせていただきます。あなたの選択肢に、高専を。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.